こんにちは、速稼塾のふぶです。今日はね、 TikTok というアプリをちょっと紹介してみようかと思います。 TikTok というアプリはね、ご存知の方も多いと思いますけど、私は使ったことがないんですよ。で、ここ2年ぐらいですかね、 TikTok っていうこのアプリっていうのは中国製で、これはちょっと危ないんじゃないかと、個人情報抜かれるんじゃないか、抜かれて中国共産党に怒られるんじゃないかなっていうふうな噂が出てましたけども、私の方からもですね、ちょっとお話しようかと思うんですけども、私の方にいろんな方からメッセージをいただいて、裏付けがあるかないかちょっと別なんですけども、とりあえずこんな声をいただいているよっていうことでね、まとめてみましたので、今日の放送でお届けしようかと思います。はい、まずはですね、この TikTok というアプリは、まあ、ズバリね、スパイアプリだということを言われております。もうこれで全部終わりなんですけども、スパイアプリなんですよ。要するに、私は使ってないから分かりませんよ。でも寄せられた情報からするとですね、スパイアプリっていうのはどういうふうに機能するかと言いますと、まずスマホがありますよね。この中に TikTok というアプリを入れます。そうすると、まずはデータが抜かれて、これは本国に送信されるそうです。怖いですね。このスマホの中にあるデータ全てがそっくりと、個人情報たくさんあるでしょうし、もしかしたらクレジットカードや銀行データもあるかもしれませんよね。そして電話帳がありますよね。これ全て送られるそうです。困っちゃいますよね、うん、で、これね、スマホを例えばソフトバンクから au に乗り換えたり、 iPhone から Android に変えたりとかしても、アプリをインストールして同じアカウント名で入れば同じことだそうなんですよ。いくら乗り換えても、いくら中古とか新品にスマホを入れ替えたところで、データの移行っていうのをするじゃないですか。そうすると全くもって防御はできないということなんですよ。まあ TikTok というのアプリをね、使わなければ全く問題ないんですよ。もう削除してしまえば問題ないそうですけどね。それからですね、電話帳機能が厄介なんですよ。電話帳の先の方に、これね、ユーザー、このスマホをお持ちの方のアカウント名でメッセージを送られるそうなんですよ。これ Facebook でも結構あるんですけども、あなたのビデオですっていう風なのがダイレクトメッセージで Facebook で送られてきて、再生するためにポチッと追をしてしまうと感染すると。で、感染すると今度は自分のアカウント名で自分の友達とかね、つながりのある人にどんどんね、同じような手法で拡散して被害を広げていくって形なんですけども、 TikTok にもその機能があるそうで、これのミソはね、本人が送ったことに気づかないってことなんですよ。で、送られた方は仲良しの、例えば私のアカウント名で送られるんで、あ、久保さんからメッセージが来たと思って開けると感染するという形ですよね。そうすると感染先の人は TikTok を入れていなくても感染しちゃうってことなんで、かなり危険なんじゃないかなと思います。特にですね、家族のデータとおぼしきものを抜かれて、それを利用されるってことに対して警戒をしろというふうにメッセージが来ておりました。これがまずね、1点目です。2点目はですね、ちょっと怖いです。これは香港でも施行された国家安全法っていうのがありますよね。これのチェックのために TikTok っていうのが使われているそうなんですよ。となると、これ TikTok っていうのを入れるじゃないですか。中国共産党に対して不利な発言をしたりとかね、そういうふうな記事を読んだり、ログが残っていたり、何かの商品とか本を買ったりとかしたら、それが国家安全法にかかるよということで、香港以外の国、中国以外の国にいても未来永劫を指名手配されてしまうってことなんですよね。ある日突然、中国の公安当局からスパイがやってきて、あなたを誘拐していくかもしれないっていうふうに書かれております。怖いですね。これスパイ映画みたいですね。はい。それからですね、これは本当なのかなと思いますけども、抜かれたデータから、植物の、得体の知れない植物の種とかが強制送付されてくるそうなんですよ。これ最近でもこういうニュースありましたよね。それから、押し貸しと言いまして、自分のこの別のアプリの中に急にね、入金があったり、銀行振込があったりするそうなんですよ。それに対して法外な利息を後ほど請求されるみたいなこともあるそうです。その他、買ってもいない商品が買ったというふうな履歴になっていて、そしてその商品代金を請求されるとか、クレジットカードをこの中に紐付けていたら、そちらの方から引き落とされたりってこともあるそうなんですよ。これ購入利益が残ってるんで、そのまんま裁判に持ち込んでも、買った人の買ったものの商品を払ってるじゃないですかってことで、取り返しができないということにもなるっていうふうに書かれてますよね。本当なのかなと思いますけどね。そして最後にですね、大発表っていうのがちょっとこうキーワードとして私の方に送られてきました。大発表っていうのは何かっていうと、 TikTok のアプリを入れていた人に、ある日突然ね、世界中で一斉に中国共産党からメッセージが送られるそうなんですよ。これが大発表ってやつです。これはですね、スマホを完全に乗っ取られた状態なんで、画面とか音が急にボーンと出て止まらないそうなんですよ。それこそ
電力バッテリーが残っていれば必ず発信されて、それが世界中で数億人が同時に聞くってことで、一つのブームとあと誘導が起きるそうなんですよね。ちょっと怖いですね。そうなるとそこまで大掛かりなことをしてるのかなと思うとね、いささか映画の中の話みたいに感じますけども、私が今ねお話したことって特に裏付けがあるわけじゃなくて、そういうことを言ってる人がいるよっていうのをまとめて放送しただけですからね。確実にそうだってことが分かったって話じゃないですから、ちょっとまあ都市伝説的に聞いていただければと思います。そしてですね、この TikTok というアプリなんですけども、主に日本のテレビ、マスコミ、タレント、こういうのを使って私たちの生活の中にどんどん進行してるみたいです。テレビ CM も TikTok 見るんじゃないですかね。それからテレビに出てくるタレントさんが、私 TikTok やってるんですけどこんなのを見てくださいみたいな感じで面白動画を紹介したりとかするのかなと思いますけどね。で、私はまあいずれにしても TikTok の広告を見ることもなければ、多分ああいう風なね、若い女性がするようなアプリをやることもないと思いますけどね。はい、ということで今回は TikTok についてちょっとお話してみました。皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。まあ、私はね、TikTok には縁がこれからもないと思いますんで特に心配してませんけども、まあいろんなねことを言ってくる方がいるなという形で今回の動画を撮らせていただきました。それでは失礼します。